ーズン5開幕よっしゃー。昨年レゼリーグシーズン4が行われ、2年にわたり行われ世界一長いリーグ戦と言われてます。あれはほんまだったね。悩みに悩んだ末に選手交代で兄の魂と勝ち点を引き継いだ男が最終節で大逆転でシゲが優勝繰り返されるという。今回レギュレーションが変わりました。なんと高シゲ敬語でやってたリゼリーグ追加でリクが参戦です。お願いします。コウジローではなくてリク。コウジロー君は、まあ、裏企画でタカとコウジローの因縁の式最強決定戦、あれ勝っとけば参戦でした。あれプロテストだったんですけど、あれが最終チェックの段階で負けてしまったというね。やっぱ持ってない男ですよ。はい、ということでリゼリーガー、4名になりました。リゼリーガーで今回、まあ、18節を行うんですけど、うん、1位勝ち点3、うん、2位勝ち点2、うん、3位勝ち点1、うん、4位勝ち点0という。きつい。0が生まれたの。だからいかに多分1位2位フィニッシュするかが今回肝になってきます。多分優勝者は今度こそちゃんとあの高級料理食べに行きましょう。今回ちょっと時間が、うん、ね、飽きすぎたためになんかちょっとぐだっちゃったから高級料理にしよう。もうちゃんと、okay。 うん、高級イタリアンちゃんと。お、何でもいいですけど、それサイズリア1万ですよ、この人数でもいい店や。ということで記念すべき開幕戦は3カ所シュート対決。いやよっしゃ、これはもうね、もう恒例ですよ、鉄板ネタです。多分シーズン4も最初だったのかな、広島で、うん、ドルジェにキーパー入ってもらいます。お願いします。はい、はい、お願いします。真ん中アークショットから1人4本、右側マーカーより向こうで4本、こっちのマーカーより左で4本で、計1人12本打ちます。これは好きな形で打っていいです、はい、動いてるボールのみ。こぼれもあるけど、こぼれもボールが止まったらなしでしょ。うん、止まる前に打たないといけない、ね、そういうことです。はい、了解です。それでは行きましょう。はい、ほんでこれだけ見たら全員どの季節でなる。いろいろおるやから入り混じってる。これ2枚だもん、うん、アンダーとクランダーとこれ、うん、どの季節でなる。全員違うわ。1位の人が場所と順番決めます。まあもうね、オッケーオッケー。最初はグーじゃけはいはいこで、はいはいこで、はいはいこで、はい最初はグーじゃけはいはいこで、はい、うわ最初はグーじゃけ開幕シュートか、これ。うわー待ってよ。左で次はドベの人が次場所決める。ああ順番は得点ね。あのそのままだったらそのままの順番で決めてるやつがいればそいつが後ろ。一番最後。最初やろ。いや最初。最初か。最初最初。あ最初か。うん、じゃあ2番目でそっちで。あっちスタート。一番左。C。3番目。俺じゃ。いや4。おお。開幕シュート。3にしますやっぱり。3にしよう。ちょっと長くなるんで3本ずつにします。それではシーズン5開幕。いいシュート。あんだけ喜んでノースレブでしょ。遅いか。開幕ゴールしてきた。バゴス。よっ、いやねー、いやか、まあ、しゃあ今ファーが出ちゃったからね。そう、ファーがやばい。ピヨピヨマークになるかもこれ。ピヨルピヨル。あるぞあるぞ、いいのか。レベルが高いぞ。シーズン5今の入ってたらえぐいね。うまい。1巡目3点。ドルジー、お前一本も止めてねえよ。一個言っていいですか。マジ分からんすシュート。ある。うわー。レベル高ない。いや入らんか。サケゴール。ナイストルジェ。いけ。いつまで触ってくるぞ。はい、うまい。うわー、うまい。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 
しよしよしマジか。でかい。ガルイ。キーパーが折れてます。ドルジー頑張れ。ガルすぎ。うわ。ドル止めてくれ。いやー。めっちゃ喜んで。結構入るか。いや入れないか。いやー。揃ったね。リゼマスクこの勲章がね、リゼリーグシーズン5優勝に導いてくれます。完全復活軸足の復活なるか。うまっ、うまっ、3連覇。あんだけ公式戦シュート外すのになんでここで決めるのお前。それは覚悟ないよ。いやー、あ、いた。ナイスキーパー。ヒゲとタカで決めてください。そうだ、じゃんけんして、それか話し合ってる。順番はこれか。誰が一番？リクが一番。リク一、俺に。シゲ、タカ。シゲ、タカ、その順番、今の順番。右45度いいか、よしよしよし。うわ、落ちねえか。オッケー。うわ、えぐい。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 うわ、これ。とんでもねえの出た。うわー、でかい。ちょっとタッチ大きくて焦って打ったな。うまっ、うまっ、うまい。3321か。ドル行こう。メンタル安定させていきましょうよ。皆さんドル大丈夫。みんなやっぱかける思いが強いわ。でまあ、質が一気に上がってます。うわー、オーケー、オーケー。いいよ。そう。イエーズ、やっぱ。まだ。うわー、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 決まった。バカ向かいて。うまい。うまい。質高すぎる。三三二。え？三三二二。こんなシュートって入る？うわお。ありがとう。クスト。ダメだ。浮いてる。ドルジー、ターンマー来るぞ。なんで俺ニアでやってたの。ニアだったらこっちにこぼれる確率は高いよね。よし、これめっちゃでかい、これめっちゃでかい。うわー、ナイスキーパー。3322。ああ、ここで一気に下がった、決定率が。ラストはもう正面、同じ順番、シゲが決めます。ああ、順番向こうです。いや、ラスト、こっちの辺りですか。これこれこれ、OK。 いくい。うわー、よっしゃー。この4はでかいよ。うわ、結構足りきやな、そうなったら。俺らはだ、ね、パンチあるね。いく、オーケー。バリブレた。オーケー。とにかく今上上がったって。
ボール今リラックスして蹴れてるって。そんな簡単に2人とも向かい手に蹴らんといてほしい。やばいやばい、誰バッ、いや誰、あの…やめてもいい、やめてもいい、誰誰誰ありがとう、ドルジ君。やばい、これはマジでやってるな。今の1個目のこぼれあれだったね、もうそのまま真っすぐでよかった。マジでよかった。バウンドも待っといてよかったもんね。バウンドもこぼれちゃいですよ、また2倍、2倍の。全部出た。いや今ちょっと怪しくない？今、いや俺は出たかな。マジで多分俺の位置からもなんか出て見えたけど。入ったからもう一回やらせてくれ。じゃあなしで入ったらもう一回やらせてくれ。ギリだったなマジで。うまい、うまい。これ肉決めれば、まあ、結構もう資源は最低はない。いやそうだね。うわー、力んでる、力んでる。今夜いるって、今夜いたって。でも3か。うわー、ナイスキーパー。でかい、でかい。うわー、いやー、今難しいよ。弱かったシュート。いやこれ高決めたらだいぶ一生かかるけど。マジか、なん？うまい、それは。やばい、着実に重ねてる。リクこれ決めればもう2以上確定かな。えぐい。うわー、ダメ。うわ、ナイスキーパー。うわー、ブレてるね。これだよ。これ全資源勝ち点ゼロ確定しました。どうぞ賛成しとく。1回王者が4位フィニッシュということで。うわー、すごいな。うわあ、取れないで、ね、リラックスだよね。8.0 か、3点取ったの。いやでも3すごいけどね、うん、これ決めたらあなた1位フィニッシュですよ。決めるかな。決めるやろ絶対。え、うまーうまーうリクとケイゴの一騎打ち、二対決がある。もう真ん中、もう真ん中一本ずつ。いや、早っ。しゃあ、そんな入ろうか。いいシュートやな。うわ、よしよしよし。この試合内容で一から。確かにね。ということで第一節勝ち点3タカ、よっしゃ、勝ち点2ディク、よし、勝ち点1ケイゴ、ゼロシゲという結果になりました。5-4-4-3ですから、レベル高かったですよ。激しい、しょっぱなからやばかったから。もう確かにレベル高いおかしい。みんなやっぱかける思い強かった、これ開幕戦は。みんなの集中力が多分途中この後暑くなってきたらだれてくるから。その今がピークみたいな。これいつもスタートスタートやから。いや、むっちゃこいつダメだったよ前半戦な。ダントツドメだったから。しかも結構差あったから、うん、次節も、リゼリーグをお楽しみください。ということでこの動画良かったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 誰が優勝か予想してね。コメント欄に優勝予想を書いてね。